皆さん、おはようございます、マーティン。てらのミラクイ、キングタクです。残念なお知らせ。愛知県とこなめ市で、あの、この前の日曜日、大規模フェス、なんと、大規模フェスでルールが破られていることが分かった。新型コアルス感染対策の徹底した上でやる予定でしたが、まさかねソーシャルディスタンスは保ってない、マスクもしてないお、声を出す、そしてアルコール停止、酒類停止なのにまさか出すとは、本当に大ごとではないと 何玉のつもりですか考えられない。あんなの出したらあかんで。感染の原因になるんだよ、はい。だから、アルコール類は停止だと言ったのに、破られていない、守られていない。これはね、大村知事も大激怒してたんですよ、そのせいで。うん。保証もない。保証、3000万円保証するんですんけれども。 残念ながら保証はございません。今回の一件があって、はい。完全に残念です。もう言葉にできないどころか。これ以上は良くないです。感染者が増えるばかりです。名古屋では増えるばっかり、愛知県は増えるばっかりです。あれはどういうことか。頭に来てます。完全に、はい。これはもう、悪質というか、おかしすぎます、はい。 感染対策になってないです。だから変異株の影響と考えてください。以上です。バイバイ。